すごいね。すごいね。お腹すいた。お腹すいて私はもう。めっちゃうまそう。よかった、翔ちゃんがなんかだいぶ元気になってくれて。全然いいよ。全然。嘘つくない。いや、全然痛いし、いや、マジ何も治ってねえかな。本当に。だったらもうその病院訴えるわ。全然いいよ。でもだいぶ楽になったって言ってたじゃん。熱も下がったしね。よかったよ、本当に。もちまるちゃんのおかげよ。ね、もちまるちゃん。いただきます。いただきます。うまそう。やっぱ、ベジファースト？うん。うん。うん。水菜うま。うん。おいしい。うん。うまっ、うん、これどう？ガーリックオイル。おいしい。痛い。痛い。うん、大丈夫。うん。なあ、もう。うん、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 うん。もうなんで？俺食べて美味しいって言ってんの。うん。もちまるちゃんちょっと、どうにかして。向こう行けるから。うん、うん、うん。何ですか？俺が喋ろうとしたら、とか言われんのよ。どんな気持ちでいたらいいの？俺。じゃあ俺喋んなきゃいいの？いいですよ。じゃあ喋んないよ。いいの？これになっちゃうよ。マジうまい。でもさ、口もちょっと開けられるようになってるじゃん。そんなことない？なんか、2ミリぐらいじゃん。2ミリくらいな。うん、でもほら、あれはやってくれたじゃない？あれって何？そんなもん、こんな公共の電波使って言えることじゃないけど、あれやってくれたの？ん？やば、やばすぎ。よく言えんね。よ、やば。だってほら、あれとしか言ってないもん。やばいマジで。嫌だなんか。何言ってんの好きなの？人じじいすぎる。なぜなの？なぜなの？でも、もちまるちゃんはさ、やっぱりちょっと嬉しいんじゃない？翔ちゃんが家にいてくれるからさ。翔ちゃんはちょっとしんどいけど、体的にね。うんうん。まあ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 。うん。うんうん。まあ、変わんなくない？変わんないかな？うん。寝てるか起きてるかでしょ。この子にとって、うん、その時間が。まあそうね、具合が悪いからさ、うん、遊んであげられるわけでもないし、うんうんうん、もちまるは、X 始めたじゃん。かわいいね。ほんとかわいい。ね、うん、すごいよ、うん。よくできるわ。まあね。うん。ね、うん、ほんと、もちまるが打ってるみたいだもんね。何打ってるみたい。もちまるが打ってんだよ。何打ってるみたいって。もちまるが打ってんの。そうよ。うん。もちまるが頑張って打ってるもんね。そうだよ。うん。うん、そうか、俺のパソコンに乗って手と足で、うんうんうん、あのタイピングしてんだから手と、うん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 、全身使ってタイピングしてんだから、うん、器用なもんだ、器用、本当にそんなことしたらね、大体大変なことになりそうな感じになるよね。ダーンと打ててるからそういうの、うん、これでさ、うん、今日のワンコに出よう、タイピングするワンちゃん。あ、でもなんかうちらの情報さ、何でも書きそうだからさ。うん。ちょっと変なことしないようにしよう。何が？何も、何も。変なことしてたらさ、それをバラされちゃうからさ。ああ、ルックスで。ああ、気をつけよう。持ち丸がね。うん、そうそう。あ、まあね、うん。うん。気をつけて。オッケー。いや、なんか美味しいんだけどさ。うん。多分最大限、俺の舌が生かされてないと思うんだけど。うん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 。いや、美味しいんだけど、うん。多分まだ4割ぐらいしか美味しい。小さく感じられてないかも。こんなもんじゃない。そんなポテンシャルの子たちじゃない。うんうんうん。うん、もっと美味しいんだろうって思う。これが美味しいよ。うん。なんか翔ちゃん具合悪くなるとさ、うん、やっぱこの間もさ、なんか自分で言ってたけど、うん、味覚がね、なんか苦く感じるんでしょ。ひどい時は。うん。うん、何なんだろうね。わかんないな。でも、それは本当に、ま、うん、ひどい時なんだけど、で、そこから、まあ、徐々に、
遠いところに美味しさがあるみたいな感じで徐々に近づいてくる感じなんだけど、うん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 、まだあの美味しさに気づけてない、ね、でも最近ね全然翔ちゃんとお酒も飲めてないし、まあね、俺は申し訳ないけどちょっと飲ませていただいてますけど、まあまああなたの健康診断の前とか一緒に我慢してんのにね。いや俺そういうのできないのよ。なんか人がお酒我慢してるやつに対してじゃあ俺だけはっていうのはちょっとかわいそすぎるんでできない。でいい機会だから俺も一緒にその日は、ね、やめとこうかなみたいなしてんだけどね。あそうなんだ。うん、ああねありがとうね本当にいつも、うん、残念ながら俺そこまで人間できてないわ申し訳ない。うん、うん、でも作り出されるのはまだまだ間に合うよ。いやでもね、うん、翔ちゃんってさ寛大な心の持ち主だからさ、うん、俺が人間ができてないの分かってるからさ、うん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 、それでも許してくれるのよ、うんうん、でも何歳でも挑戦できるしね。うんうんうん、別にそうだと思う、うん、諦めることじゃないから、うん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 、そうだよね。今から始めてみようか、うん、うんうんうん大丈夫。なんでほらやりたいって思う人がさやっぱりやればいい、うん話だと思うし、うんうんうん、でもやりたくないって言ってる人にさ無理やりさせるのもさ今の世の中良くないじゃない。でも心広くなりたいよね。俺みたいになりたいでしょ。あ憧れはするけど、うんうん、まだね俺そこの域に達してないから。あだからまだ耐える。自分で止めないで。自分で止めちゃダメ。まだまだこれからじゃん。何をおっしゃいます。まだ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 これからでしょ。いや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 今からでもいけるのよ。大丈夫です。間に合っております。本当に勝手に諦めないでよ。諦めないでまだまだこれからじゃん。じゃあその一杯終わったらやめてよ。うん、いやいやもうできるできる、うん、それだけで心が広いくなるんだ。無理だって。大丈夫、うん、大丈夫目がかゆい。あ、これ最後あなたよ。なんで？俺これ食べるか。いいよ。うん。いや、俺食べたもん。俺も結構食べた。うん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 。これまあ足りなかったらこれからあのそうめん茹でるから。翔ちゃんのそういうところ好きよ。何が？いいよ食べてって翔ちゃん言ってくれるのよいつもね。うんうんうん、うん。うん。でも、あ、いいよ。こうもうあの翔ちゃん食べてって言った時に後にね、うん、素直に入って食べるところ。まあまあまあ、うん、なんか居酒屋とかさ、うん、ご飯食べにレストランとか行った時もさ、うんうん、なんか最後に残ったやつさ、あ翔ちゃん食べてって言ったらさ、うん、入ってて素直に食べるじゃん。すんごい嬉しい。だってさ、なんか友達とかさ会社の人とかと一緒にさずーっと残ってる時とかあるじゃん。もう最後カピカピになってるようなさ。あーやだー、うん、だから食べてって言っちゃう。食べないの食べるよ。うんうんうん。それがいいと思う。うん。だからもう翔ちゃんには食べてって。うんうんうん。で、足りたの？足りたー、もうね、こんなとこば。え？あ、ほんと。うん。うん。まあ、いいか。うん。というわけで、ちょっと、いいか。ああ、すいませんね。すいませんね。ちょっと。全然いいんだけど。人間がまだできてないもんでしょ。うん。はぁ。足りたんだ。足りる。お米じゃない、ご飯2杯も食べたんだよ。まあまあ、まあまあまあね。まあね、まあ、うん、ちょっと失礼。ここ使わないよ。やだ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 、ここ使わないで。あのね、もちもちお待たせしました。あ心が満たされてないの。それいつものことじゃん。いや、ご飯がってこと？そう、ご飯を満足しないと僕は心が満たされてない。あー、いろいろできるじゃん。ん？パスタもできるよ。やっぱそうめんもできるよ。だからそうめんはやろうかなと思ってるけど。何が食べたいの？それこそさ、こないだあんたがさ、まあ、超具合がピークで悪い時にさ、うん、インスタのストーリーでつぶやいてたじゃない。あ納豆もね、キムチもね、そうそうそうツナ缶もねみたいなさぶっ殺してやろうかみたいなさあーそうそうそう感じでそうよくなんか YouTube とかで、うん、家にあるもので作るパスタみたいなやつを検索してたのでちょうど本当に家に何もなかったし、うん、で体調が悪すぎて外にも出れなかったから、うん、本当に何もなかったからじゃあ見てみようと思って見たらなんか、うん、
さもその YouTube を撮るために買ってきたんでしょうみたいな、なんか、ものたちを、これありますよね皆さんみたいなこと言って、ふざけんじゃねえよって思って。そんなもんじゃないんだから、冷蔵庫に何もない人の冷蔵庫なんて、本当に何も入ってないんだから。いや、本当そう。なんだろうね、あれなんか入ってるでしょっていう体でね。どの家庭の冷蔵庫にもあるでしょっていうね。ないです。冷蔵庫空っぽの人は本当に冷蔵庫空っぽなんですよ。うん、そうだ。あったらそんな検索してません。うちもある時はあるのよ。いろいろ入ってる時はあるけど、たまたま入ってない時に重なっちゃったんだよね。翔ちゃんのその具合が悪い時。だからさ、あれを見てさ、別に翔ちゃんが俺に言ってきたわけじゃなかったじゃん。何もないとかさ、すごいムカついたとかさ。俺あのストーリーを見て、買いに行ったもんね。置いといてあげようと思って。ありがとう。何もなくてさ、またなんか、体調悪いのに。俺も仕事でさ、もう朝早くに出てさ、遅くまでみたいな日が続いてたからさ、続いてたからっていうか続いてるからさ。まあね。うん。買っといてよ、ツナと納豆と。ありがとう。パスタのソースと。うんうんうん。いや、本気じゃないよ。本気じゃないけど、検索しなきゃいけないほどなんもないのよ、こっちは。なのに、撮影用に買ってきたであろうものを、なんか家にありましたっていう感じで、作んないでください。ね。もう、そんな歌い文句いりません。家になんもないくても作れるパスタみたいな、そんないりません。なんか、キムチありますよねとか言われてもさ、キムチあることの方が少ないよね。ないないない。ないよね。それ用に買ってくるよね。使いたいから買ってくるとか。まあ家によるだろうけどね。そういえばもう、あれ、旅行先決めたじゃん。うん。まあ翔ちゃんの体調が本当に万全に戻ってくれるっていうことを一番心配してるけど。うん。戻るかどうか。戻らないと思う。戻らないけど、まあ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 、いけそうだよね。うん。いけそうだけど。ちょっともうキャンセルしようかみたいな話もしてたじゃん。まあでもあと1週間くらいあるから。いや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 。耳って治んなくない？ああ、わかんない。うん。俺、あんま耳の、なんかその、病気みたいなのなったことないんだよ。ああ、今薬で抑えてるけど。ああ。うん。だからもういいじゃん。薬漬けでいけよ。薬があれば、何でもできる。まあ、無理はしないように。うん、無理し。まあ、プラン全然変えてもいいしね。あんまり、ほら、体力を使わないような感じでさ。まあね。うん。ホテルにいる時間長くして、まあ観光は、まあ行きたいところだけ。とかでもいいし、ね。そう、決まりました。行き先が。どこかは、もしかしたら、もちまるちゃんが、X で情報を垂れ流しにするかもしれない。今ここにいるらしい。あのさ、何これは、うん。動画にもしようとは思ってるから聞きたいんだけど。おうおう、何何何？ラブホー行きたいって言ってたじゃない。行きたい。見たい？そもそも。その、ラブホーに行ってるところを。そう。え、何？やってるところいじー。いや、何なんですよ、こうやって言うの。前か後だろ、そんな。前回5ね。でも5も嫌だね。うん。5も嫌だ。5は嫌だな、ちょっと。事後でしょ。うん。まあ、前も嫌だけど。あ、前も嫌だね。前も嫌だね。だからちょっと言わないでよ、こう。その、ちょっと、前も前でさ、なんかさ、気持ちが入ってる顔されてるやつさ、5は5でさ、なんか、いや、満たされてる顔になってんのも嫌だよ、俺。だからちょっと言わないでよ、こう。その前後、前か5かは言わない。言わない。恥ずかしいじゃん。どうせあれでしょ？場所が変わっただけでさ、今みたいな感じでさ、食べる。ラブホ食って飲んで、喋ってるだけでしょ。旅行に行ってもそうよ。旅行に行ってもホテルの部屋で、食べて飲んで喋ってるだけの動画になっちゃう。それ今いる、いた？いる？それ、その話今。いや、わかんない。何のためにしたの？それ、オチもなんもねえし。よく喋ったの。喋んな。お前は。喋んな。厳しい。